本日インタビューを務めさせていただく経済学部3回生花田光生です。よろしくお願いします。経済学部3回生東堂花子です。よろしくお願いします。本日は大変興味深い講義ありがとうございました。またこのようなインタビューの時間を確保していただき感謝いたします。それではまず丸山さんのご経歴を含め自己紹介をお願いいたします。はい、第34回卒業、です、卒業して、株式会社リクルートに入社しまして、7年間勤めて転職しまして、転職を失敗して7ヶ月で早々に転職先を辞めて、現在やっているクライさんのカンパニーという会社を作って、今年で30年目になります。会社を作ったのは29歳の時の、11月になります。ありがとうございます。では、今日講義してみて現在の滋賀大社はどう思いましたか？昔と比べて何か変化を感じられたでしょうか？なんか空気感はとっても想像してたよりも良かったです。もっとなんかいやいや切れたりなんか聞く気なかったりみたいな感じかな、それは申し訳ないんですけど、僕の現役当時はやっぱりそんな感じ、授業は全てなんかそんな感じいやいや言ってる感じだね。そのなんかどんより感は多分あるんだろうなと思ったんですが、それがもう全然なかったのと、あと、まあ、どんな話を聞いてもやっぱり寝る人っているじゃないですか、それがパッと見たと、まあ、若干いたけどほとんど寝てる人がいなかったので、いやなんかすごく、あとね、反応が良かったですね。良かったまで言えないけどなんか反応全くないような時もあります。そうなんです。まあ、僕のこの経歴の話とかというかね、いろいろ話をいろんなところでしても反応が全くないようなところもあるんですけど、反応がやっぱり多少あったので、まあ、そういう意味でも非常に何か英語多いなっていう感じの多分どうだろう、素直で、まあ、ぼちぼちやる気のある子が多いのかなって思いました。なんか僕らの時はなんか怠惰でただれてるやつを感じたんですけど想像よりいい子が多かったっていうイメージですかね。はい、想像よりいい子が多かった。あ、そうですね。想像してたよりもはるかにいい学生さんが多かったなっていうふうに思いました。ありがとうございます、はい、続いて学生時代のことで最も印象に残っていることをお願いします。いっぱいあるんですけど、まあ、最もだと、そうですね、僕体育会のじゃないわ、学園祭、学園祭の実行委員長を3年生の時にやってたんですね。でその当時の恒例で、多分今絶対やってないですよね。僕が多分やれなくしちゃったんですよね。一等樽、大きな樽を坂樽神輿っていう言われてあったんですが、大学から駅前まで、坂樽を、あ、五等樽をして、みんなで神輿を買ってきてでその上に学生の実行委員長が座って、で駅前まで行って大会の委員長と一緒に一升マスで乾杯して、市民と学生の前で飲み干すっていうのがありまして、でそれで乾杯して、やっぱり飲み干す、一升の、要するに一升一揆ですよね。一升一揆して、途中まで覚えてるんですけど、気がついたら、大会の、本部のボックスで、寝て、もう夜が明けてて、で、次の日、学部の学生からに呼ばれて、こってり絞られるのが、思い出ですね。でそれ以来、坂田の神輿が確か中止になったと聞きました。はい、何があったかというと、みんなが飲んで、わーって騒いで、みんなにもわーって飲んで、になってアルプラ走り回って市民の皆さんは喜んであるところまで僕覚えてるんですけど、ね、はい、そういうことがあったみたいです。僕は見てませんので知りません。なんか今ではなんか考えられないような面白い話を聞いてた。考えられないですよね。はい。ね、そういうことって本当に捕まるんですね。捕まっちゃいますね。ね、まあ、当時怒られただけですもんね。はい、ではここからは丸山さんのキャリアについてお伺いします。就職先としてリクルートを選ばれたのはなぜでしょうか？あ、
今日の講義でも少しお話ししたんですけど、当時皆さん言ってると思うんですけど、リクルーターの人が彦根に来てくれて、で、いろんな、会社の人と会って勝手に面接が進んでいくんですけども、まあ、電話ゼミ、名門電話ゼミに来ましたので、もう並いる一流企業の人から声かけられて、まあ、要はリクルーターになって面接が進んでいくんですね。で、まあ、メインはって金融で銀行とか野村証券とか、あと豊通とかね、豊田通信とかあったんですけど、なんかやっぱり、三和銀行に行ったら銀行員になっちゃうし、豊通に行ったら商社マンになっちゃうし、なんかこうタグ付けされちゃうみたいな感じがする、今の言葉で言うとね、なんか人生決まっちゃうような気がしてる。で、なんかリクルートは、なんかそういう今世間にあるタグがつかない気がすごくしてますね。リクルート行くと何をやるか分かんないな、自分も何やってるか分かんないな、当時のリクルートその感じだったんですよ。で、何やってるか分かんない、じゃあ何屋さんになるか分からない、このなんかすごい可能性と、なんかやっぱりワクワクしたのと、単純に、しがないの OB のリクルーターよりも、リクルートの採用担当の人の方が、明らかにはつらつと、明らかに元気で、はつらつとされてたので、どっちみたいになりたいかっていうと、圧倒的にやっぱりリクルートの人みたいになりたいなっていう。だから、まとめると、そのタグ付けされたくなかったっていうことと、やっぱりこう、リクルートの人の方が合っててしっくりきたっていうのが、この2つですかね。なんか自分に合ってたからリクルートを選んだみたいな感じ。まあそうです、なんか、要するに、この人みたいになりたいなって人がいたってことですね。一番わかりやすいかな。こういうふうになりたいなっていう人が目の前にいるってパワフルじゃない。銀行の人はもちろん知ってる OB もいたんですけど、まあなんかこうなるんやろうなみたいな、別になりたくないわけじゃないけど、こうなるんやろうななんですけど、この人みたいになりたいなまではいかなかったですよね。リクルートの人はもうあとにこの人みたいになるって比較論ではありますけど、この人みたいになりたいなっていうのを思ったんですよね。ありがとうございます。じゃあそのような思いで入社されたリクルートでは主にどのような仕事を行っていたのかお聞きしてもよろしかったですか。はい、ほとんどが、採用バタです。リクルートの急成長期だったので、非常にそのリクルート採用に力を入れてまして、当時の社長は創業社長で江添さん、江添博馬さん、企業の天才っていう本が、ね、今出てすごい売れてますけど、天才ベンチャー起業家って言われてた人なんですけど、その人の直轄部門だったんです、採用は。で、その年採用した中の、要は、イケてるやつ。採用した中でイケてるやつを採用に配属して、で1年間採抜をさせるんですよ。で再リクルーターやらして、で半分以上が1年後に移動するっていう感じで採用チームを回してたんですね。で、そういう部隊に配属されて、それを運営する側までずっと7年、トータル7年のうちの6年半は、そういう仕事をしてました。で、新卒採用もやりながら、今日もお話ししましたけど、僕は中途採用と留学生と外国人の採用をやっていました。なので、ある意味アルバイトも含めてありとあらゆる、職種と、職雇用形態の人たちの採用を経験しました。が、ベースで、一部、人事ですね、移動とか評価とかっていうようなことをやったのと、あとは営業を最後半年間辞める直前にやりました。でもメインは採用型になります。なんかのお話聞いてると結構リクルートで充実したお仕事されてるなと思ったんですけど、なぜ起業しようと考えたのでしょうか。辞めたことと、起業することとまた別なんですね。で、辞めた理由は、今日あんま話をしませんでしたけど、世界制覇に行くと本当に僕すると思ってたんですよ。今のその Google みたいになると思ってたんです。本当に言うと。でも当時、江添さんや幹部連中が描いてた絵っていうのは、インターネットはまだなかったんですけども、でも、
今の Google の社会、世界観なんですよね。うん、要は、あれに、情報がひっついたものっていうのが、やっぱりリクルートの描いてた世界観だったんで、あながち間違ってはいなかったわけですよ。うん、で、本当に僕は世界制覇すると思ったんですけど、リクルート事件で、夢から覚めた。覚めたわけです。本当に覚めたんです。でも落胆したわけです。それから、それに伴い、まあ、それに伴いじゃないですよ、バブル崩壊に伴い、採用チームが、開催になった。その中で評価されてずっと組織 その階段を上ってきてるわけですから、うん、それこそもうすぐ課長かなと思ってたのが、うん、部署なくなるわけですから、ね、でまた移動してそこからまた気づかれない、うん、リクルートって人事評価継続されないんですよ。また新しいところでやり直しなんですよ。そうなんですね。むっちゃそうなんです僕の移動もうそれ人事見たら分かってるので、うん、これむっちゃ大変やなっていう、うん、別に課長になるのが全てじゃないけども、やっぱりそこはやっぱり、ね、これからまたその組織の階段と評価の階段を上らないといけないと思った時に、やっぱりちょっと疲れ果てましたね。もうなんか上る気力がなかったっていうことと、あとはやっぱりさっきもハロー言いましたけど、その評価の差があまりつかない、うん、頑張ってとかサボってやつもあんまりつかない。リクルートってすごい実力主義の会社で、うん、あの評価のメディアにすごくつく会社なんだ。でもそれでもやっぱり使わないんですよね、うん、そんなに。そうなんですね、うん、だそれがすごいやっぱりなんか、まあ、まあ不満というか、もっと頑張ってるやつに手が早いって思ってたっていうことと、うん、まあ、要はそういう疲れてて失望しててっていう状態でも、まあ仕事もないこと言ってますよね、うん、評価はさ、まあ、もちろんされてる。でも一方でうち来ないかっていう話がいろいろ来たんですよ、うんうん、であのうちの会社に来ないってあの IT 系の企業の社長から誘われたりとかで OB から声かかったりとかっていうのがあって、うん、とか一緒に会社作ろうよって話も来たりとかして、でなんか外もチラチラ見てるとええ感じで、その先輩の会社がそのキッチンになってて、丸山丸めっちゃ儲かるぞと、うん、お前も一緒にやらへんって言われて、うん、やるやるって言って別に転職した。なので、うん、だからなんで辞めたんっていうと、まあ、ちょっと疲れてました、夢破れて疲れましたっていうことと、タイミングよく、まあ、次の声がかかりましたっていうことですかね。で、起業した理由はなんか中途半端になんか先輩と一緒に事業やるよりもなんか自分やった方がいいなって正直思いました。うん、なんか先輩と、やっぱり先輩も偉いしね。自分で決められないし、うん、うん、だし、うん、で、やっぱり自分が大事にしてることをやっぱりちゃんと大事にし続けられる仕事をしたかったので、うん、となるとやっぱり自分より上の他人とは仕事をしない方がいいですよね。そうですね。うん、確かに。今日言わなかったんですけど、実はクライアントのカンパニーって最初創業者5人いるんですよ。5人が取締役で、で2人が大取りで、5人が株主なんですよ。うん、1年半ぐらいで、3人いなくなっちゃった。うん、で、2人の状態が7、8年だったんですね。実はそういう。これもやっぱりその一緒に やりだした人は 僕よりも上の人たちもいたので、後輩もいたんですけど、上の人たちもいたので、これもその流れの中でやっぱり自分がやっぱりトップでやらないといけないな、そのぐらい全ての責任を背負う覚悟でやらないといけないなっていうふうに思ったというのが、やっぱり独立して、そういうふうに僕が一人でやれるようになったっていう流れにつながっていくところじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。リクルートに入社されてから起業されるまでのお話を聞いて、採用業務に携わってるなと思われたんですか、感じたんですが、なぜ現在まで一貫して採用業務に携わってるのかっていうのをお聞きしてもよろしかったでしょうか。いや、それもあの偶然ですよ。偶然ですか。いや、別にやりたくてやってるわけじゃないです。そうなんですか。好きでやってるわけでもなんでもないです。なので僕最後のメッセージで言いましたけど、未だに僕は自分が何やりたいのか。いや、本当に分かってないですよね。でも僕あの例えばですよ、あので40今から15年ぐらい前ですね、45ぐらいの時かな、に諦めたんです、うん、あの自分がやりたいことは何かを追求すること、
で、そういうのずっと思ったんですよ。俺は一体何がやりたいのかな。で、森信三先生の修身教授録というか本の中に、男子たるもの40を超えた頃には天下のお手紙を受け取るものだと。それを受け取らないやつは人生空虚に生きてる証拠だと。俺は受け取ったんだと思って。で、俺は一体天からの手紙は何なんだ何なんだと思って、俺のやりたいことは何なんだと思ってたんですが、やっぱもうずっと考えてても自分のやりたいことは分かんないから考えるのやめたんです。うん、その時に何思ったかっていうと、やりたいことをやるんじゃなくて、自分の例えば仮にこの1時間を何に使えば一番社会のお役に立てるかなっていうことを考えたんです。そうするとやっぱり自分の一番得意なことで、かつ一番なんかパフォーマンスの高いことをやるべきじゃないですか。うん、でそうした時にやっぱりそのいわゆるハイクラスな人たちの、うん、キャリアコンサルティングだったり採用のアドバイスを経営者にすることであったりというところが一番やっぱりパフォーマンスが高いなと思ったので、やりたいことを探すんじゃなくて自分のパフォーマンスの高いことに集中しようという腹をくくれたわけです。へえ、そうなんです。はい、で好きでやってるわけじゃないんです採用。でも本当にそれも本気を話した通り、やってみればそれが転職で、採用やりたくてリクルートに入ったわけじゃないんですよ。僕本当は財務がやりたくてリクルートに入ったんですよ。リクルートって借金すごかったんですけど、運用もすごくやってたんで、で財務がやりたくて、で採用担当の人がリクルートの採用担当が、向こうが財務にじゃあ推薦するから多分財務で大丈夫だと思うよって言われて、それで採用されたんですよ。でも入社する1週間ぐらいまで連絡が来て、ごめん、マネマ、財務は東大じゃないとダメだし、マジっすかってなって、でどうするってなったんで、いや、でも何でもいいっすわって言ったら、経理になってたんですよ。で、研修に、入社前の研修の時に、僕は仮配属が経理だって聞いて、経理なんかやりたくないって、おさえさん。そしたら、じゃあ、取り消しになって、で、まあ、その人も最後の人だったんで、じゃあ俺と一緒に採用やろうっていうことで、そこに配属されたっていうですね、もう極めて偶然、本当に偶然なんです。偶然で、それで採用別にやりたくもなかったんだけど、まあまあやって頑張ってっていうのがスタートで、で会社辞めた時に食っていかなきゃいけないでしょ。先輩の会社辞めたら給料もらえないでしょ。で何で食っていくのって言ったら、やれることをお金に変えるしかないですよね。確かにですよね。で自分がやれることってキッチンを売ることとでしょ、で中途採用の仕事をすること、でまあ身を見まねで、ヘッドハンティング含めて人材紹介してたので、これできるなと思ってたんで、そのことでしょ。それから新卒 その採用経験があるので、新卒採用のお手伝いもできるでしょ、アウトソーシングもできるし、であと研修ね、研修もやってたので、研修もやれる、もう全部やりました。やれること全部やった。でその流れでグルメクラブとかね、いろんな怪しいのが出てくるけど、でもそれ以外にもそういうのも今日話さなかったですけど、いろんなことやってます。でその中で先ほどの話と一緒で、そのグルメクラブと一緒で、まあ全てニーズがあってお客さん喜んでくれるんだけど、今度は効率っていう観点でいくと、例えば新卒採用はせいぜい 2,3 社以外担当できないんですよ、時期主役。で研修もだいたい新入社員とかの研修が多いので時期一緒なんで、これ1社しかできないんですよ。そうです。そうするとめっちゃ効率悪いじゃないですか。確かに。でその間今日も止まっちゃうし、なのでやっぱり事業効率から考えると、そういう季節性の高いものはやっぱりいくらニーズがあっても やったって、効率悪い、ビジネス効率悪いなと、経済効率性が低いなと思ったんで、やめたんですね。で、それで言うと中途採用、要は僕はアウトソーシングで新卒採用のお手伝いしているよりも、人材紹介の仕事をしている方が、例えば月当たりの売り上げが高いと、利益も高いという判断をして、で、やっぱり限られたリソースをどこに集中するかということで、中途人材紹介採用ということになっているんですね。なので、そんな流れですよ。そうなんです、はい。なかなか面白い話ありがとうございます。で、いろいろ採用業務に携わっていると思うんですけど、最もやりがいがあった時はどのような時でしたか？いっぱいあるんですけどね、やりがいの塊みたいな仕事ですよ。そうなんです、はい、本当に人材紹介の仕事って結
キャリアコンサルタントの仕事、リクルーターの仕事って僕はおすすめなんですけどね。でもあえて言うと、どうだろうな、やっぱり分かりやすい話すると、長年、満年と8年間赤字の、IT 企業があったんですね。で、社長と仲良く、まあ、いや、社長の仲良くて、こいつなかなか大したやつだなと思ってて、でも会社を伸ばしたいんだって話で、とある僕のその優秀な、僕のデータベースの優秀な、人がいて、到底その万年赤字の売上3億とか4億ぐらいの会社なんですよ、うん、で行くはずがないんですけど、でもやっぱり行ってほしくて、うん、で、口説いて、で、社長ともセッティングして、結局行ってくれたんですよ、給料半分ぐらいにして。へ、もちろんその会社、そいつが入って1年後に初めての黒字、うん、それから、3年か4年後に株式公開しました。へ、上場しました。すごいですね。そういうのってやっぱり1人入ることで劇的にやっぱり会社って変わるんですよね、うん、でそういうのを目の当たりにした時っていうのはものすごくやっぱり嬉しいし、やりがい感じますし、うん、またその人自身もやっぱそういう会社に飛び込んだことによって、今までやっぱり経験してなかったことを経験することで、また新たなある意味ビジネスパーソンとしての筋肉がついて、より一層ビジネスパーソンとして強くなられて、要は成長されるわけですね。だから会社も成長して、株式公開上場っていう一つの証拠が出るし、候補者自身もやっぱりそれで成長されて、まあ、今どこにいるかっていうのは、実はマネーフォワードの役員になってます、うん、はい、だからキャリアとしても彼はすごくステップアップしてると思うんですよね、うん、なのでそういう、こう会社や個人の成長を見るときが一番、嬉しいときですね、うん、仕事を通じてそのようなやりがいを感じる一方で、課題に直面することが多くあると思うんですけど、はい、そのような課題を解決する際に一番大切にしていることは何か教えていただけますでしょうか。すぐ着手することですね。もう問題でしょ。問題が起こったりとか、まあ、それはすぐトラブル的なものもあれば、うん、もっと構造的なものもあると思うんですけども、うん、まあ、課題だと思ったらすぐやっぱり着手することがまずは一番大事かなと、うん、思います。確かにそうです。すぐやった方が。すぐやるのがいいですよね。どうしようかなと思って寝かしてる人結構多いんで、確かに、うん、だいたいそこでもうなんか熟成して寝が入っちゃいますよね。取り返しつかないつかなくなることがありますよね、うん、いや結構最近みんな頑張ってくれてるんで少ないんですけど、ちょっと前までは本当に普通に、どうだろうな、 3,4 ヶ月に1回ぐらいは社長だせみたいな感じなんですよ。そんな電話来るんですか。ますよ。ああ、言い方はいろいろですよ。要は社長だせっていう連絡があったりして、うん、そういう時って何でもかんでも出ればいいと思うんじゃないんですけど、うん、状況を、まあ、してポイントだけパッパッパッって聞いて、なるべく早く連絡取る。うん、で大体そんなの大したトラブルじゃないんで、うん、半分以上は変な人ですから。全然。私もこれから課題に直面したらすぐ解決するように心がけたいと思います。すぐ着手するね、はい、すぐやる、はい、では最後に、社長として成し遂げたいことは何でしょうか。社長として成し遂げたいこと、はい、いや、やっぱりあれですね、僕はもう最後に言いましたけど、関わる人たちを幸せにしたいって、すごい恥ずかしいフレーズですけど本当にそう思ってまして、やっぱり縁あってうちの会社に来てくれた人たちをやっぱり本気で幸せにしたいなっていうふうに思っています。なので、まあ、人それぞれね、幸せのあれはいろいろでしょうけど、なんか僕とやっぱり会ってよかったなって社員の人たちに心の底から思ってもらいたいし、一応使ってくれるお客さんにもやっぱりクライアント使ってよかったなっていうふうに思ってもらいたい、うん、これは成し遂げたいことっていうことで、それは今もそう思ってるので、うん、それをどん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 大きくしたいっていう、その輪を大きくしたいっていうことですかね、うん、なんか最近流行りのスタートアップみたいにその世の中を変えたいとか、まあ別に変えようと思って変えるもんじゃないですかね、世の中ってね、うんうん、
かいところ、細かいそういうものの蓄積の中で自然と変化、変容していこうなというふうに思ってますので、なんか、まあまあ、言ってしまえば今やってることをしっかり、もっとしっかり、もっとしっかり一生懸命やっていきたいなっていう、それによって何が成し遂げられるか楽しみだなと思ってます。その時に僕がどう思うのかとかっていうのもすごい自分自身興味あるし、うん、ひょっとしてなんか成し遂げたとかって思うんか思わないのかもちょっとわからないし、なんか途中でバーって死んでるかもしれないし、それわかんないですよね、うん、でもなんかそういう方向性ですね、うん、すいません面白くなくて。いや、ありがとうございます続いて今丸山さんが思うことと滋賀大生へのメッセージということで質問させていただきます、うん、はいはい、まずはじめに丸山さんは転職や面接に関して多くの著作を書かれていると思うんですが、面接を受ける際に一番大切だと思うことは何だと思われますか？まあ、一番やろ。一番です。一番好きだよね、質問一番っていう、ね、相手の質問ちゃんと聞くことですね。あの傾聴力みたいな。あ、そう、あの要するに新卒の就職面接はね、機械的だったりもするのであれだけど、要は何が聞きたいかちゃんと分からないと何を答えればいいか分からないんじゃない、うん、確かにそうですだから何を聞いてはんのかをちゃんとキャッチすることが大事 で、うん、でそれはその言葉そのものもあれば、うん、その言葉が発せられるまでの文脈みたいなものもあるじゃないですか、うん、ね、とかあと言い方もあるじゃないですか、うん、ね、どうしてうちの会社に行きたいのって言われるのか、どうしてうちの会社に行きたいのあ、全然違います、ね、全然違うじゃないですか、うん、だからそこはやっぱ相手の聞く姿勢みたいなのがそこに現れてるから、うん、それはやっぱり五感で、やっぱり五感も含めて相手の質問をきちっと的確に理解できるっていうことが案外めちゃくちゃおろそかにされてるところなので、そこはやっぱりちゃんとキャッチできると、まあどういった答えを返せるのかなって思います。面接で大事なのかな、うん、みんな伝える方にばっかり意識いくんですよ。確かに僕もそうなっちゃう。そうよね、ガクチカとなんだか仕事機でしょ、まあ、あんま聞いてないですよ ね、 そ、 うね、それよりもやっぱりちゃんと聞いたことに答えるかみたいなとか、うん、そのスピードとか答え方とか、なんかそういう、まあ結局は空気を読むことになるのかもしれないけど聞き方からちゃんと察して、そのそこにチューニングして答えられるかとか、あまりそういうところ見てますよ、うん、面接官は。あのその一言で面接官に嫌われますっていう僕の本があるんですけど、あ、はい、あのよかったらぜひ読んでいただければ、しなければあの送りますので。あ、本当ですか、はい、まだ絶版しなってないぜひ読ませていただきます。あのもう一個もね、なんか高橋書店から出てるやつはもう 4版とか重ねてるんですよ。うん、僕としてはあまり出来が良くないんですけどでもそこにも書いてますけど、ね、やっぱり伝える面接じゃ聞く面接っていうちょっとパラダイム転換すると、うん、面接自体の受け方も変わっていくんじゃないかなって気しますけどね、うん、確かに。寮水の人たちを対象にもしかしたらトレーニングしたりとか本当ですか、ね、全然。うちのコンサルタントを動員しても変わらないですよ。助かりますね、それは。本当に本当に、うん、またあの服部君に仕切ってもらって、はい、お願いします、はい、では人生最大の出会いについて教えてください。人生最大の出会い、はい、あの僕のあの座右の銘が出会いは億千万の胸騒ぎなんですよ。出会いは億千万の胸騒ぎ、やってみないとわからない、うん、この2つが僕のモットーで、もう一個あって川の流れのように流れに逆らわないっていうのがあるんですけど、それをね、出会いは億千万の胸騒ぎって言ってる僕に最大の出会いを聞くわけですそれで言うと、じっくり考えたら違うかもしれないけど、今ふっと思い浮かんだのはやっぱりリクルートに入社した時の最初の上司ですね。へ、富永さんって言うんですけど、今時給500万円のコンサルタントしてます。時給500万円ですか？人によるんで、人によるけど200万の時まで500万で、この間500万のコンサルやったって言ってたから、うん、いや、まあ、本当にあのすごい人で、ある意味
本当に、まあ、言い過ぎるかもになるかもしれない、大事なことは全てリクルートから教わったという本がありますけど、うん、そういう意味では僕は大事なことは全てその富永さんから教わったって感じで、リクルートじゃないですね、うん、その富永さんから教わったっていうぐらい、やっぱりいろいろ物事を本質的に見ることであったり、まあ、今さっき言ったそのコミュニケーションを聞くっていうことがいかに大事かっていうこともやっぱり新人の時に叩き込まれたのはやっぱり富永さんだし、なんかそういう物の見方、人との関わり方、コミュニケーションの取り方、組織の中での十個動き方も含めて、いろんなものを教えてもらいましたね。うんうん、だから、リクルートの最初の上司、その人がずっと、一瞬東京に移動されたんですけど、呼んでもらって、でそれで僕、東京に移動したんですけど、営業に出るまでは、まあ、ずっとその人が上司でした。リクルート時代6年半ぐらいですかね。あ、1年、5年半、7年のうちの5年半は、その時に朝の上司で。しかもというか、それで言うと、未だにお付き合いしてます。今何こってりお付き合いしてます。こってりなこってり、つい先週も飲みました。はい、ずっとご縁が続いて、うん、はい。僕もそんな上司に出会えたらなと。いや、本当ね、会社を選べると上司選べないじゃん。言いますよね、上司。本当にね、大事よ。なので、いい上司がいそうな会社に行けばいいんですよ。本当に。いい上司がいそうな会社に行くんですよ。だから面接で、やっぱりいろんな人出てくるじゃん。なので、その大体の管理職出てくると思うので、うん、そこでやっぱりいい人が多い会社に行くのがいいと思うんですよ。うん、自分からいろいろ質問したり仕掛けたりして、どんな表情するかとか、どんなことか、逆にこっちがジャッジして、ね、うん、それが仕事のやり取りと一緒だから、面接のやり取りって仕事のやり取りに近いものがいっぱいありますから、うん、その時答え方も含めてみて、やっぱりいいなと思う人がたくさんいる会社に行くのがいいと思いますよ。その辺も見極めて。見極めて。会社って入れてもらうもんだよね。行ってあげるとこ。でも、本当に上司が大事です。会社なんよりも全然上司が大事、うんうん。ありがとうございます。それでの質問で、もう一度大学生に戻ったとして、どのような進路を選ぶと思いますか？また、その際に、業種や企業はどのようなものになると思いますか？なるほど。就職ね。就職です。商社行くかな。本当ですか。タグがついちゃうんですけど、いいですか。商社タグつかない。あ、そうなんですか。うん、タグまあまあもうちょっと、うん、ちょっとしたタグつくねんけど、いわゆる総合4大商社行きます。はい、それはなんでなんですか。やっぱね、さっきの話だけど優秀な人多いです。あ、そうなんですね。英才をしてる。で、しかも、ずっと見てましたけど、リクルートの時も商社とは競合したし。うん、ええなと思うやつは大体伊藤忠か三菱商事の内定、三井物産の内定を持ってました、うん、で、どうだろう、2勝8敗ぐらいで負けてます、ね、うん、やっぱ優秀なやつが多い で今もやっぱりね、就職人気企業ランキング高いじゃないですか。高いです、優秀にいい採用してるんですよ。で、中途採用で、そのキャリア採用で30代の人たちもありますけど、まあ本当にやつも多いんですよ。でも総じてやっぱ優秀なやつ多いです、うんうん、でそういうやつがまあ、30前後だったらマッキンゼイたりボスコミたりするんですけど、うん、で会社の中でもかなり鍛えられてるんで、やっぱ優秀なやつがいるところで仕事するのがいいと思うんですよね、うんうん、で少なくとも上司が優秀じゃないです か、うん、だから優秀な上司に当たる確率が高いっていう意味でも総合商社が一番外れないかなと思いますね。確かに、うん、で結構当たり外れが多いんだけども、うん、でもネラベンチャーでそんなに大量採用してないようなところ、うんうん、とかは、うん、具体的に言っちゃいますけど採用人数そんな多くないけど厳選採用してる会社とか、うん、で経営陣が結構まとも、こういう会社は結構狙えるかなという人材がまったらすごい、だからそういうとまあ総合商社行きますかね。そこで勉強して世間を知って、でどうかな、30前後で次の進路考えるかもしれない。なんか採用業務が転職っておっしゃっていたので、ちょっと意外な回答が返ってきたんですけど、
最後に滋賀大の後輩に向けてメッセージがあればよろしくお願いします。可能性の塊だと思うんですよね。なので自分の可能性を信じるところから自分のキャリアっていうか人生は始まると思うんです。それを無理やりなんか枠にはめたりとかね、そんなん無理やとかね、こんなもんでいいやとかね、みんなそうするしとかね、なんかそういうなんか妥協的な制約っていうのを勝手に自分でかけないのがいいっていう。本当にやろうと思ったら皆さん何でもできると思うので、本当にできますよ。できると思うんです。できます。ただ思わないだけだと思うんで、ぜひ大志を抱けじゃないですけど、強い思いを持って、志を持って世の中に出ていってもらえればなと思うし、みんなが思えばできるんだということをしっかり自信を持って確信を持って世の中に出てもらえればなというふうに思います。ありがとうございます。はい、それではインタビューは以上で終わりさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。